日本で言われる厄年は実はすべて語呂合わせです。例えば女性の厄年は19歳、33歳、男性は42歳ですが、19歳は19、33歳は三々、42歳は死にに通じるということでした。江戸時代の平均寿命は40歳くらいでしたから、19歳は現在の平均寿命でいうと40歳前後です。家庭のことで悩むことがあったかもしれません。33歳は現在の平均寿命で言えば66歳くらいです。両親や親戚、配偶者に先立たれたり体調を崩すこともあります。42歳は平均寿命に達した頃で、配偶者や友人を含め体に不調が出るのは当然です。数年に一度健康に留意することも大事ですから、厄年が存在することに意味はありますが、怖がったり恐れたりすることはありません。どうしても気になる人は厄年の厄の字を厄と置き換えてみてはいかがでしょうか。悩み苦しみを抱えている人は必ず悲しみがあります。そういう悲しみを訳して周りの人に伝えていく、温かい言葉や笑顔を役として投げかけて人の役に立つ存在になる。その結果飛躍して活躍できるのではないでしょうか。前役後役も同じように考えれば、前後3年は人の幸せを考え続ける3年間となるでしょう。